フランクリンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ノーホーク郡の西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口3万1635人だった。市の形態の政府を取ると申請し認められたものの市名の中に町を残すことを選ぶ州内14市の一つである。市内には国内初の図書館があり、 ベンジャミン・フランクリンが寄付した最初の本を造している。ボストン大教区の中では最大のカトリック教区があり、セントメアリーズ・カトリック教会の教徒数は15.000人ほどいる。フランクリンにヨーロッパ人が初めて入植したのは1660人であり、アメリカ独立戦争の間に公式に町として法人化された。 町の領域は1778年2月16日に、レンサムの西部から作られた。法人化された時の町名はエクセターだった。しかし、町民が政治家、ベンジャミン・フランクリンにちなんでフランクリンと呼ばれることを選び、国内に多くあるフランクリンという自治体の中でも最初のフランクリン町になった。町の境界の先頭に、 ベンジャミン・フランクリンが金を寄付してくれることを期待していたが、フランクリンはその代わりに116冊の本を寄付した。これらの本を誰が読むことを認められるか議論が始まった。1790年11月20日、本はその時に運営を始めたばかりの図書館から住民に無料で貸し出されることが決められた。霊記念図書館の建物は1904年に完成した。 図書館創立から200年となった1990年、会員がマサチューセッツ州フランクリンにあるアメリカで初の公共図書館の歴史、1790年から1990年と題する小冊子を出版し、アメリカで初の公共図書館の増書を祝った。フランクリン氏はアメリカの公共教育の父ホーレスマンの誕生地である。また市内には、 国内最古であり連続して利用されている教室が一つだけの校舎と考えられるものがある。そのオレットブリック学校は1792年に始まっており、校舎は1833年の建設だった。校舎としての運営は2008年まで続けられた。フランクリン市中央にあり、建築家マシュー・サリバンが建設したセントメアリーズ・カトリック教会は、 ボストン大教区の中では最大の教区であり、教徒数は15.000人ほどいる。フランクリン長はノーホーク軍に属している。マサチューセッツ州内にはフランクリン軍もあるが、位置的には離れている。州内には軍名と同じ名前の都市、または町が多いが、その多くは同盟の軍に属しているので、フランクリンは得意である。フランクリン氏は 北緯42度5ブ整形71度24分、北緯42.083度整形71.400度、71. 42.083-71.400に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は27.0平方マイルであり、この内陸地26.7平方マイル。 水域は0.3平方マイルで、水域率は1.1%である。フランクリン市の大半は、チャールズ川流域にある。主要な河川には、マイン、シェパーズ、ミラー、アンカス、リックス、ミスコーの各ブルックがある。マインブルックに沿った湿地の多くは、アメリカ陸軍工兵司令部の自然バレー貯蔵プロジェクトによって、高級的に保護されている。フランクリン市南西部の隅は、 ブラックストーン川の流域に入る。フランクリン貯水池と呼ばれる一連の湖群に水を叩いているが、上水道に使われていない。これら古群は、アーネスト・デルカートから市に寄付された、開放空間として保護されている。ビーバー池も、市のレクリエーション地域であり、人工芝の遊戯とレクリエーションの広場や、遊戯場がある。夏には、人気ある水泳と釣りの場所になる。 湖浜はバレーボールにも使われている。フランクリン州有利林や私有林がかなりの面積を占めている。フランクリンの気候はマサチューセッツ州東部に典型的なものであり、冬と夏の温度差が大きい。1月の平均最高気温は下肢34度、平均最低気温は下肢19度である。 冬の積雪量は約50インチであり、降雪量は年によって差が大きい。1988年から1989年の冬には12インチしか降らなかったものが、1995年から1996年の冬は記録破りの125インチとなった。ノーイースターの風が吹くことが多い。雨と雪を分ける線に近く、その線によって、 降雪量が大きく変わる。フランクリンから10内市20マイル南のトーントンではかなり雪が少ないことがあり、北のホップキントンではかなり多いことがある。海岸に近いボストン市やロードアイランド州プロビデンスでは暖かい太陽の空気の影響を受けるのと比べて、フランクリンはやや内陸にあるので通常の吹雪でも多くの降雪がある。 春は5月の半ばまで霜が降りることがあり、大西洋から内陸に動く寒冷前線は、冷たい空気を運んでくるので霧になることがある。この前線の影響で、5月や6月の午後でも気温が、下肢80度台から下肢60度台まで落ちることがある。5月下旬の通常の気温は、下肢70度以上であることが多い。夏は外して快適である。太陽性の高湿度トライウは発生する。 7月の平均最高気温は下肢80度台前半であり、平均最低気温は下肢60度台前半である。秋には乾燥し、昼は温暖、夜は冷涼である。霜が降りるのは平均して10月15日からであり、紅葉が最盛期になるのはコロンブスデーの週末頃である。初雪は11月下旬頃であり、約40%の確率でホワイトクリスマスになる。 近年の異常な気温として、2011年1月の低、下市14度から2011年7月の下市101度があった。この年はニューイングランドで異常な高湿度を記録した暑い夏の後の年だった。2010年から2011年の冬は特に積雪量が多かった。1月から3月第1週まで3フィート近い寝雪があった。 その年の積雪量は92インチであり、平年のほぼ2倍だった。対照的に2011年から2012年の冬は異常なほど温暖であったが、2012年から2013年、2013年から2014年の冬は寒く、雪も多かった。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。フランクリン住人の音楽教師。 ジェームズ・エイチ・バーレットが作曲した詩のテーマソングがある。フランクリン長と呼ばれる詩という題でありフランクリンの多くの特徴を歌っている。図書館、一教室の校舎、ホーレスマンの誕生地などが盛り込まれている。フランクリン公共教育学区には小学校6校、中学校2校、高校1校が入っている。その他に地域職業訓練校とチャータースクール各1校がある。 中学校はすべて他の小学校と校舎を分け合っている。フランクリン高校は新しい校舎を建設し、2014年に古い校舎を解体した。新しい校舎には現代的なアクセスの良い教室、科学実験室、統合技術、芸術劇場がある。レッドブリック学校は市の歴史ある学校である。厳密には幼稚園であり。 アメリカでも最も長く運営されている教室一室の校舎だった。その公立学校としての特質は雑誌ファミリーサークルがフランクリンをアメリカで子供を育てるために最良の町充血に挙げた理由である。市内には1865年に設立されたディーンカレッジがあり、私立の寄宿学校であり、学生数は約1100人である。 多くの科目で純学志望を出し、学生の98%は4年生大学への進学を認められている。芸術と娯楽の管理、心理学、社会学、歴史学、英語、経営学、舞踏、教養、演劇では学志望を出している。フランクリンには多くのスポーツチームがある。大衆のレクリエーションのために野球、サッカー、バレーボール、ラクロス、 フィールドホッケー、アイスホッケー、陸上競技、フットボール、フラグフットボール、バスケットボール、メトロバスケットボール、ソフトボール、ベイブルース野球、レスリングの機会を提供している。レクリエーション用ハイキングのための多くのトレールや、フランクリン州有林内のトレールがあり、モーターなしのマウンテンバイクに認められており、またモーター付き二輪オフロードバイクに認められている、トレールもある。 1967年から2000年、クラインインスブルックと呼ばれる小さなスキー場もあった。フランクリン高校のスポーツチームはディビジョン1のホックモックリーグに属している。ライバル校は隣接するレンサムのキングフィリップ地域高校である。フランクリン公共図書館はアメリカで最初の公共図書館である。現在は1904年建設の建物であり、 花崗岩と大理石の階段、読書室にはフレスコ壁があり、現在もベンジャミン・フランクリンが寄付した当時の本が収納されている。通り向かいにリーンカレッジがあり、ゴシック建築で歴史ある体育館がある。町の歴史委員会のためになされたフランクリン中心の測量によると、フランクリン古門歴史地区には74の歴史的に意義のある建物がある。 1780年以前の家屋が多く、1710年から当初の形に近く残されているソールとボックスもある。1780年建設の家屋で、1840年にユニオン通りに移設されたものがある。次に古いのは1830年に建設された家屋である。1900年以前ならば32件あり、ウェストセントラル通りにある。 旧町役場は1842年の建設である。フランクリン歴史地区の一端に小さなレッドブリック学校がある。その校舎はアメリカ合衆国で今も機能している教室一つだけの公立学校として最古のものである。2008年には175周年を祝った。フランクリンタウン顧問にはあずま屋があり、顧問周りにいくつかの寄付品がある。タウン顧問にある レンガ作りの野外ステージは1917年に除幕され、平和ド家が寄付した。マイナツコンサートや独立記念日の祝願行事がコモンで開催されている。4日間の家族向け祭りである、ホース東ブ・セントロッコは8月半ばに開催され、セントメアリーズカトリック教会が講演している。中心街にはいくつかのレストランやバーがある。ユニオン通りの街路は以前に赤。 白、緑に塗られ、死のイタリアから受け継いだ文化遺産を表現していた。そのゼオトロープは昔のスタイルの映画館であり、解体されるまではフランクリンの語り草の対象になっていた。ビーバー池には人工芝の遊戯とレクリエーション広場及び遊戯場がある。夏には人気ある水泳と釣りの場所になる。その浜はバレーボールの試合にも使われている。市内には 産業革命の名残が残っている。近年まで放棄された工場が鉄道線の傍らに立っていた。古い工場棟が共同住宅に転換され、その近くの建物はフランクリンミルストアなど様々な多目的商業施設になっている。その対面にあるブルックデールミルは大規模レストランのインコントロに転換された。ヘイワード通りの4番目の工場は大規模。 ショッピングセンターに転換された。フランクリンには、週刊高速道路495号線が、通っており、修道140号線とキング通りにある2つの、ベイり口から乗ると、ボストンやプロビデンスに容易に行くことができる。ボストン南駅からの、マサチューセッツワン交通局通勤鉄道は、フランクリンラインのフォージパーク495駅と、ディーンカレッジ駅から利用できる。 フランクリンと周辺の街にはバス便も走っており、クレーターアトルボロトーオントン地域交通局の管轄である。市内には市役所ビル、高齢者センター、公共図書館、フランクリンビレッジショッピングセンターなど多くの停留所がある。ありがとうございます。